体どういうつもりか。うわ、防衛隊長だ。民家に自走砲を激突？貴様、何年防衛隊をやっておる。しかし隊長、いくらなんでもあのスピードでの旋回は無理です。軍事区まで40秒で戻るなんて無茶ですよ。言い訳なんぞ聞く耳持たん。そんな貴様ら、コロニー6との合同演習において最低の成績を収め、俺の顔に泥を塗ったことをもう忘れたか。全ては気合が足りんからだ。気合が。はい。即刻居住区の自走砲を回収。その後全員腕立て1億回。貴様らの上腕二頭筋を破壊する。隊長、回収はできません。何？なぜだ？理由を言ってみろ。はっ、激突の衝撃でエーテル電動ケーブルが損傷。それにより全エーテルエネルギーが流出。エーテルシリンダーが空だからであります。シリンダーなんぞすぐに交換しろ。そんな単純なこともできんのか。貴様、予備のエーテルシリンダーは全て使い切っておりまして、再充電には3日はかかるそうです。備品の補充は常に怠りなくと言っておろうが。は、申し訳ありません。タルンドルからだ。防衛隊長、相変わらずだな。あれじゃ戦う前に兵がへばっちゃうよ。こんにちは。こんにちは。
よーシュルク、元気だったか？ディクソンさん、いつコロニー9に戻られたんですか？ついさっきな。そんなことよりシュルク、モナドの研究の方は随分進んでるようだな。ここをお前に任せて正解だったぜ。ディクソンさんが残してくれた研究資料があったからこそです。発動させることはできるんだな？ええ、とりあえず発動までは誰でも。ただその後の制御が。奴以外にはまだ無理か？はい、ダンバンさん以外の人でもこいつを扱うことができるようになれば、僕たちホムスにとってこれ以上ない戦力になるんですけどね。そうか。ここに書いてある拡張機能というのは？まだ推測の域を出ていないんですが、どうもこいつはただ鬼神兵を斬るだけじゃなさそうなんです。ほう、そいつはまた興味深いな。発動させた時に中央に出る模様、今は
何層にも重なったガラス状のプレートの最上層に模様が出ています。そしてそれぞれの層は同様の構造になっている。なるほど、他の層にも模様が出る可能性がある。つまりはさらなる力が秘められてるかもしれんということか。モナド、この力の秘密の解明さえできれば。お兄ちゃん、お兄ちゃん、怪我の程度が重いものを優先しろ。ぼやぼやするな。ダンバンさん、そんな顔するな、まだ生きてるよ。と、俺は仕入れた物を防衛隊に納入せんといかんのでな。ちょっくら本部へ顔出しにでも行ってくるぜ。あ、はい、行ってらっしゃい。シュルクよ、研究棟にこもってるか、ガラクタ置き場でガラクタを漁ってるか、貴様の一日はどうせそんなとこなんだろう。だからそんな辛気臭い顔になる。たまには気分転換によその空気でも吸ってこい。じゃあな。食事か。わざわざ持ってきてくれなくても呼んでくれれば降りていったぞ。無茶言わないの。食べさせてあげようか。病人扱いするな。もう1年前とは違うんだ。確かにね、あの時は死んじゃうかと思ったもん。ああ、今ならまたモナドだって扱える。やめてよ。もう鬼神兵は出なくなったのに、なんでそんなこと。気構えを言っただけさ、すまん。ううん、それより冷める前に食べちゃって。今日のは自信作なんだから。だったらいつまでもここにいる必要ないぞ。早く持ってってやれよ。え、シュルクにも温かいうちに食べてもらいたいんじゃないのか。大丈夫よ、シュルク味音痴なんだもん。冷めてたって美味しいって言ってくれるに違いないし。なら今日こそは本気で言ってもらいたいもんだよな。うん、俺はいいから早く行ってこい。うん、ありがとうお兄ちゃん。で終わったわけじゃない。俺はまだモナドを握らなければならん。